S プラスって書いてる。プラススポーツシステムね。これね、なんとね、30キロ以上で走ってる時に、これポチッと押すと、もうマックスパワーが出ると。はい、今、なんと私が乗ってる車、ホンダ CR-G です。しかも、後期モデルの最終モデルということで、パワーがね、アップしたんですよね。結構ね、マニアックな車だと思います、この車。なかなか面白い車だなと今、乗って感じております。私ね、こういった、試乗の動画よく出しておりますので、皆さん興味のある方はぜひともチャンネル登録してくださいね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ CR-G 最終モデルです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダ CR-G 最終モデルということで、いやー、リア車またやってきましたよね。こちらの車ね、中古販売になりまして、なんとお値段195万円ですね。初年度登録が平成28年の11月、車検が、令和3年の11月までついております。走行距離はね、5万キロと。というわけで、かなり程度が良さそうですよね。なんとね、今回、タイヤがね、新品になってます。横浜タイヤがついてますね。いや、いいよねこれ。新品のスポーツタイヤがついてるのと、さらにね、バッテリーを新品に変えてます。ハイブリッド用のバッテリーじゃなくて、その車用の。で、さらに、ボディもちょっと磨きをね、かけたみたいですね。すごいな、これ。もう、ほぼ、傷なし。これホワイトパールなんですよね。いや、この最終モデルね、もう3世代目になるんですけども、このモデルで、販売終了という形になりました。ね、このほら、フロントの、この、ウィング？フロントウィング？まるで、翼を広げた鳥のような伸びやかなデザインになりましたよね。今回ね、紹介するのはオートマなんですけども、なんとね、ハイブリッドカーなのにマニュアル設定があったというね、すごいね、やっぱ貴重な車なんですよね。ヘッドライトはインライン型で、直接ね、ライトが見えないようなクールなデザインになってますね。LED のウィンカーも切れ長でかっこいいですよね。どう？これ。よくね、これ。結構ね、スポーティーな走りするみたいなんですよね。いや、ちょっと今日、試乗させてもらえるということで楽しみですよね。で、あとこれわかりますかね？この肉眼で見ると、このリアの、このフェンダー？この盛り上がりがね、すごいんですよ。この後期モデルの、この、ま、最終モデルは、リアトレッドを10ミリほど拡張した、よりマッチョなボディになったということなんですよね。タイヤが結構ね、面位置まで、出てるなという感じがします。まあ、これ FF なんですけど、前の方もちょっとフェンダーが、ほら、盛り上がっとるよ。なんかね、ちょっと太マッチョ。太マッチョみたいな。はい、リアはこんな感じです。ほら、下の方ね。これ黒のツヤやな。あれが、ほら、また、羽を広げたような伸びやかな、ローワイドなデザインになってますね。これ火に当たってるとね、結構これほら、ブラックなんですけど、メタリックなんですよね。なんか、塗装されてない樹脂っていうのが、全然、ないですね。ほとんどがね、塗装されて、高級感すら、いや、本当に醸し出してます。で、この CR-G ね、一応、4人乗れます。4人乗れるというかね、ほとんど、後ろは、乗れないんですけど、まあ、補助席的な感じですかね。天井が結構平らで、こう、空気のね、流れを感じますよね。こう、スーッと行ってね、こう、ストンと。なんか燃費とかね、空力性能を考えると、後ろはね、なんかパツンと切った方がいいみたいなんですよね。すごい程度いいかもしれん。めっちゃ綺麗。こういうね、だいたいアクリルとかね、くすんでくるんですけど、すごい透明感を保ってますね。で、これね、ここ、よくホンダのデザインでありますよね。ここは実はガラスで、視界性もね、いいということで、結構ね、乗ってみたらどんな感じかなと思います。この辺はさすがに視界悪そうやな。ちょっとリア開けてみるか。お、ああ、こんな感じなんや。
ああ、結構この乗せるところは地上からやっぱ高いですね。あ、こういうトノカバーが、あ、ちゃんとついてる。ちょっと浅めかな？浅めかな？まあでも実際ね、ほらこれ見てください。リア。リアのシートは、もう足が入らないぐらいですよね。なのでこれね、もし荷物積むときは、こうパターンとね、あ、今ちょっと倒れないですけど、パターンと倒せば結構広く使えると思います。これも取れますんでね。あの、フロントの下の部分は、なんかパネルのようなものが配置されてますね。この辺もやっぱ空力考えられてるんでしょうね。重い。ダンパーがついてないですね。こちらがね、ホンダの、最初のハイブリッドシステムになるんですかね。IMA のね、略は、インテグレートテッドモーターアシストというらしいですね。この時代のハイブリッドはエンジンが主動力で、モーターは補助的な扱いといったものになりますね。1.5 リッターハイブイテックエンジン搭載で、高回転域までストレスなく吹き上がるのが特徴なので、結構これね、ハイブリッドカーなんですけど、サーキット上で走ってる方もいたりいなかったり、ちなみにトランスミッションは CVT で、JC08 モード燃費は 21.6kg/L ですね。で、この3世代目の最終モデルは、なんとね、リチウムイオンバッテリーになったということですね。今や、当たり前なんですけど、この当時出始めはね、ニッケル水素バッテリーっていうのが結構主流だったみたいで、この後期モデルの最終モデルに関しては、リチウムイオンバッテリーが採用されているということで、従来の 100V から 144V に、高電圧化されているということですね。それによりね、モーターの出力も 1.5 倍になったということで、いや、結構ね、パワフルになったんだなという感じがしますね。結構ね、この CRG ってね、マニアックな車だなと思いますよね。これ、今回これが新品に、ほら、取り付け10月30日、令和2年になってますね。これ、新品です。これ新品、タイヤ新品、ボディ磨いてるっていう感じの、いや、なかなかおすすめな。っていうか、これエンジンルームめっちゃキレくね、これ。ではね、内装の方見てみましょう。ではお邪魔しますと、おお、内装の方はね、こんな感じです。いや綺麗は、いや綺麗は、いやこれ程度ええぞこれ。シートも全然破れもないし、っていうかこんなシートだったんですね。CRZ。布シートでここなんかちょっと割れてる、割れてる。んで。ほんで横がこの合皮かな、ちょっと盛り上がってね、すごいホールド性は良さそうな感じです。ちょっとエンジンかけさせてもらって、こんなとこにあるんか、すごい。あ、私ね、乗ってるあのフィットハイブリッドのフィット3によくデザインが似てますね。うわー、すごい、なんかこう立体的に見えるのが面白い。いや、あのハイブリッドカーに乗ってるなという感じがプンプンしますね。で、これかっこよくね、これこんなところにスポーツモード、ノーマルでイーコンがついてるんですね。へえ、こんな感じなんや。なんかボタンもなんかちょっとガンダムチックというか、エヴァンゲリオンのあのほら操作系、あのエヴァンゲリオン知ってる方はわかると思うんですが、こう指でね、あれこうガチャって持ってこうピピピピってやるんですよ。あれに似てる、ピピピピって。でもちょっとこう遠いな、ちょっと手が届きにくいか、まあこんなもんか。シフトノブはこれオートマなんでね、至って普通ですよね。うん、まあなんか操作はしやすそう。こういうところはなんかステンレスのこれ艶消しヘアライン、なんか質感はね高いです。ドア周りもこれメタリックのパネルが装飾されてますね。ということでこれ CRG、 あの最後のモデルというプレートがねついてますね。もう一回作ってほしいけどな。でこれ電子パーキングなんですよね。このギアっていうのがないんです。なのでここ広く使えますね。で肘置きあります。ああ、まあまあこの辺は普通かな。
で、気になるのがこれですよね。 S プラスって書いてる、プラススポーツシステムね。これね、なんとね、あの30キロ以上で走ってる時にこれポチッと押すと、もうマックスパワーが出るということなんですね。これ 1.5 リッターなんですけど、まあ3リッタークラスのパワーが出るというボタンになります。これ早く押してよ。なんか押すと特に変わるような様子はないですよね。ちなみに今ノーマルの状態です。ちょっとスポーツモードを押してみようか。おお、赤くなったぜ、赤くなったぜ。イーコンモード、あ、イーコンは変わらへんのか。普通のノーマルと変わんないですね。ということはこのイーコン、このイーコンでゆっくり走ってて急に飛ばしたくなったら、こいつを押したら全開走行ができるという感じなんか。あれ、いつとなったらお話しください。次のコマンドが発話できます。目的地を探す、自宅へ帰る。これね、なんと音声コマンドがついてます。家までナビして。音声を正しく認識できませんでしたちょっとね、ちょっとコツが、なんかどないかしたらできるみたいです。はい、一応ね、後部座席これね、ちょっと今乗り込まないですけど、かなり狭いです。これヘッドレストないんか。あれ、わあ、狭い。これちょっと座るのやめときます、さすがに。で、これ、あ、無理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 。無理、本当に無理なやつ。頭がもう、こんな、あ、これでもいけるかって。これは、これ子供でもちょっとしんどいかもしれないですね。これ誰乗る設定、これ。リアウィングの下がガラスになってるんで、結構意外と見えるというね。これ左後ろ、右後ろみたいな。まあでもこれヘッドレストがあるんで、まあ、左後ろはほぼ見えない感じかな。ホンダ CR-Z ということで、いやー、私ね、これこの車も初めて、乗っております。あ、今これノーマルモードなんですけど、アクセルじんわり踏んでるんで、あのグリーンのインジケーターになってますね。 JC-08 モード燃費で、21.6kg/L と、あのハイブリッドカーなので、まあ一応エコ運転もできるといったものになるんですね。わーはは、あ、でもこれエコ運転って感じじゃない。この踏みしろ結構ドカンとくる。やっぱね、このモーターはこれモーター回ってんのっていう感じそう、やっぱ補助的な感じですかね。あのエンジンの鼓動がね、すごい伝わってきます。わー、あ、こんな乗り味ね。はいはい。そんなにね、あの車高がめっちゃ低くて乗りづらいとかね、そんな感じではなかったです。あのシビックのハッチバックとかの方が車高は低く感じましたね。今乗ってる感じではフィットよりちょっと低いかなっていう感じかな。で、足回りも、ちょっとゴツゴツしとるないやー、楽しい、いきなり楽しいかもしれん。今ノーマルモードで走ってました。ちょっとイーコン押してみます。あー、まあイーコン、まあこのクーラーとかの調整とか、まあ電子系ですよね、その辺の調整を主にしてるみたいで、この走りのレスポンスはそんなに変わらんような気がするな。だってね、これあのエンジンが主体なんでね、その辺は、ノーマルじゃ、はい、あー、変わらへんかな乗り味は変わらんような気がする。スポーツモード、あ、なんかね、スポーツモードするとちょっとエンジンブレーキが結構グッとかかるような感じがしました。回転数結構ね、上がり気味になるんですかね、こうなると。ちょっと今いろいろいじってるところで、初めて乗ってわからないんですけど、あ、そうそう、これパドルシフトね。今スポーツモード、おおあれあれ、これ面白い。あ、これは楽しい車やぞ。こいつは楽しい車だぞ。あー、これ助手席に乗ってる人はガックンガックンするやつね。これちゃんと G 来ます。スポーツタイプですね、これは。
まあ、あのこういったねスポーツ走行しちゃうとね、もうちょっと燃費はかなり悪くなると思うんですけど、まあ、ちょっと普通のノーマルに戻します。でこう信号待ちの時ね、アイドリングストップすらもしないですね。これなんか切ってるんかな。いやでもそもそもそういうのはないのかちょっとわからないんですけど、うん、今ねこの前のオーナーさん、これかなり大事に乗ってたんじゃないですかね。いや平成28年式になるんですが、まあ走行は5万キロといった感じで、まああの内装とかもかなりこれ綺麗ですね。うん、なんか全然その汚れてる感がない程度は結構抜群かもしれん。あ、ノーマルでこの感じか。はいはい、わかったわかった。うん、このやっぱねこのエンジンの鼓動がダイレクトにやっぱ伝わってきますね。こうエンジンがブルブルブルっと震えてる感じがねします。やっぱその辺もちょっとスポーツカーに、まあ、これハイブリッドカーなんですけどスポーツカーに乗ってるなというね感じがしますね。やっぱおけつが、これやっぱミラーから見えるこのおけつが、おけつボリュームすごいわ。なんかターボ車に乗ってるかのような感じもします。でシートはちょっと硬めかな。やっぱその辺ね、やっぱスポーツモデル。この先踏切です。はい、ご注意ください。そうそう、これさっきから結構喋るんよ。これなんかねその辺も先進的な感じをイメージして作られた車だなという感じがします。やっぱこのパドルシフトがいいですよね。これねやっぱマニュアル車にはこれついてないんで、あのオートマでこのパドルシフトってね結構私ね、あの減速するときとかにねこれ使います。結構意外と使います。いやちょっとね今ここ道が混んでるんで早くこの S プラスボタンを押したいんやけどな。これいきなりスポーツモードに切り替わるってことなんやろな。あのここやと親指なんですごい押しやすいんですよ。ちょっとこう手を伸ばさないとダメなんでね。うん、まあガタガタしますわ。まあスポーツモデルでこう跳ね上がるっていう感じではないですよね。ちゃんとねサスペンション制御してるなという感じがします。いやーでもやっぱこれ乗っててねなんかコクピット感があるんすよ。なんかすごい、なんかこれは運転する楽しさみたいなのがねこうやっぱ演出されてるなという感じがしますね。うん、ああ左後ろちょっと見にくいな。ではちょっと踏んでみようと思います。プラ S プラスボタンゴー。おーおー、そっかそっか、30キロ以上だった。ああはい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 、なるほどなるほど。さすがにねエンジン音はもうっていう感じなんですけどね、もうっていう感じなんですけど、まあ今ちょっと忘れてました。 S ボタンね、 S プラス30キロ以上なんです。おー、あ、なんかこれ結構ボディ剛性良さげじゃねって感じ。なんか足回りが硬いんかなと思ってたんですけど、ボディ全体がなんかねこうマッチョな感じするんですよ。こうがっちり、やっぱホンダ車ってねその辺よく作ってますよね。視界が良くて意外とこう窓も大きいんですけど、ボディのフレームがね結構しっかりしててね、ちょっといじったらねサーキット走行このままできそうな感じのボディフレームを持ってるというか、そんな感じが今はしましたね。うん、小回りが効く小回りがめっちゃ効くぞこれ。右後ろが見づらい、右後ろがちょっと見づらい。まあこんなんつけてるせいもあるけど、うんうんいいかもしれん。
やっぱね、スポーツ走行もできるんですけど、このまあ両立してますよね。この街乗りも十分できるし、スポーツも、ね、急にこの S プラスで、激加速もできるし、いやーこれ面白い車やな。でもなぜこの車がね、もう終わってしまったかということですよ。やっぱね、売れないと、売れなかったんでしょうね、きっとね。やっぱもうほぼ二人乗りですからね、この車。で、やっぱ個性が強すぎたんかな。で、フィットとかにハイブリッドも乗って、まあハイブリッドの、もうちょっとね、価格帯も当時はフィットの方が安かったですよね。なので、まあこの辺は消えゆく運命だったんでしょうか。はい、一旦停止、右左。うん、ゴツゴツします。ゴツゴツするというかね、今の感じでわかるんですよ、あのボディの強さっていうのがね。なんかボディがこうしなった時に、なんか結構ね、がっちりボディだとこうなんかね、そのしなりがないんですよね。なのでこうゴゴゴゴゴっていう感じがして、うん、なんかボディ剛性強いんだなという感じがしましたね。はい、というわけでね、こちら、中古販売しております。195万円です。で、ボディ磨いて、タイヤが新品、そしてバッテリー新品と。まあ、値段はね、195万円なんですが、かなりね、この程度のいい車になりますね。CRG のね、この後期結構ね、探しててもね、見つからない時があります。なので、今ね、これ見つけた方はチャンスだと思いますので、ぜひともね、ホンダカーズ大阪東花園店さんに、お問い合わせくださいね。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、皆さんチェックしてくださいね。というわけで、こんな感じでよく試乗動画を渡し出しておりますので、よろしければ皆さんぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。クリックお願いします。それだけが楽しみです。そしてね、いつも、チャンネル見ていただいている方々、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあね、もーい。